坪井祐介さん、ももさん、そうさん、ありがとうございます。こんばんは。タイガーマスクさん、ありがとう。ソーリングしてみた。天使の絵の具さん、ビルマさん、ありがとう。そう、今日はちょっと早めに早めにショールームをして早めに寝よう作戦。なっちゃんさん、タクゾさん、ありがとうございます。ヨネさん、ありがとうございます。最近はこれは無印です。無印のリップを使いました。明日の朝は早くないです。早寝ていいなって思ったんです。誕生日センス向こうにあるわ。タムちゃんさん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。ゆうゆうさん、ありがとうございます。天気予報見た、ありがとう。明日音楽の日見れる。お、ぜひ。おひさー、ちょっと右目が痛かったよね、またさっき。運動会。チャーミーさん、ありがとうございます。今夜はスチューデンツ。おお、今村美月ちゃんしか。坪井祐介さん、ありがとうございます。大丈夫。シルフィードさん、ありがとうございます。何時くらいに出る？明日？何時だろう？14日の何時だったっけな。でした。ハンバーガー美味しそうでしたね。美味しかった。また写真を送ります。耳に飾りしてない、これ髪の毛の隙間でイヤリングに見えるね。テラさん、ありがとうございます。移動中はね、この前ね、こじこじの漫画読んでた。 1,2,3 巻持ってるんですけど、1巻から読み始めて寝たり動画見たりしてたら1巻しか進まなかった。あと2巻3巻あります。眉毛ね、あんまり描いてないんですよね私。眉毛もともとある人でね、眉毛描いてないからね、意識することあんまないんですよね。今日はね描いてるかも。でも全然変わらないんですよね。あれみたいじゃない、投げ輪？投げ輪だっけ、あのおやつ。なぜジメジメな日なのに髪いい感じなの？髪はね、今日はお仕事があったのでメイクさんにしていただいたのでサラサラなんです。すごいでしょ。投げは、やっぱ投げはね。兵庫で待ってます。お、兵庫楽しみ。何のトリートメント使ってる？これなんかね、ホテルだったんですよ昨日の夜さ。すごくね、ホテルのシャンプーリンスが良かったの、顔のね、レアナって やつめっちゃ良くてね。野球見るからオールスター。またそう、これめっちゃいい、いい匂いだったし、そうレアな、いいなって思った。
アドネックレスしてるみたい。大人セクシー。嘘、唇がセクチー。セクチー。ユージロムルさんありがとう。神戸の公園行きたい。ぜひ待ってます。神戸港やっと行けることになって嬉しい。みちに会いたい。うぃー、今日マスカラ茶色なんですけどどうですか。神戸土平日のお昼。そう、吉田健一さん、ポンタさんありがとう、ナナナラムナさんありがとう。んー、でもリリース日だからってことかな。アイメイクなんか違うと思った。本当？でもアイラ、あ、じゃね、アイシャドウも濃い今日多分。なんかいつも落ちるけんね、アイシャドウが。でけん今日は多めにつけたらなんか今日落ちんくてからね、そのままだった。元気よ。仕事終えてすぐに道配信見れる幸せ。みんな花金お疲れ様です。ネイルやってないです。ネイルしてない。みちのことが好きすぎてみち以外の人間に口角をあげることができなくなってしまった。そんな、ほんとかよ。私しか知らない笑顔ですね。キュルン。バイト的にもいってらっしゃい。こんばんは。なんか全然今日のねつけとるリップはね全然保湿とかだけでね、なんかあれですよ、なんかトゥルンとするやつじゃない。さっきまでテレビ出てた。そう、話し方好きです。ありがとうございます。ヨダちゃんのショールもあったので。ああ、乃木帯ですか。写真集か。9時から七並べをやりたいと思います。ベッド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 。セプトの T シャツが届きました。おお、セプトについてブログ書きますって言ったのに全然書いてない。セプトさん、大地さんありがとう。アヒル口して。こんばんは。うん。こんばんは。今日目の周り黒い。そう？アイシャドウがついてる。めっちゃ。っていうか7時。もうこのメイクして12時間ぐらい経ってるけど全然直してないから多分黒いのかな。分からんけど。セリアさんありがとう。全然美じゃないですよ。美じゃないけど美の秘訣はね、笑うことかな。ニコッと。グレー。ミルマさん、ナナムナさんありがとうございます。名前が美、イエーイ。
笑顔のまんま、笑顔のまんま。香川行きたいですね。香川あと5分で用事が、わー、あらら、みんな金曜日も忙しいね。アイシャドウはね、茶色ばっかり使います。あんまり色系にチャレンジしなくて。後ろのうちわは私の応援コミュニティさんが作ってくださったうちわです。お、今日誕生日、ようさん。ちょっと待って、いきます。よっ、ようさん、ようさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。ちょっと飛ぶけん、何がいいですかね。でも長袖が着たい気分。ルル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 。パパパパパ。すごい。ガラシャツ。かわいい、このガラシャツ。やっぱり。あんま着てないけど。かわいい。おお。とてもかわいい。いちご大福さん、ありがとうございます。かわいい、これね。ジェロさん、ありがとうございます。これね、自由ん、自由だ。これで光らんくなった。ハモンさん、ジェロさん、ありがとうございます。オフ、お久しぶり、お疲れ様。カープさん、ありがとう。初めて来ました、可愛いですね。ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。珍しい。母さん、ありがとうございます。この服、これでも昔に買ったからもうない。とケイさん、ありがとうございます。かわいいね。今日のメイクは好き、ありがとう。なんでですかね。何のブランド好きなの。ブランドね、よくわかんない。コモチンさん、大志なタイファンさん、大崎上島のカズさん、
アリちゃんがミチの黒目について話してた。何それ何を話しとった。アリちゃん、ミチがよく着る系統の変な柄のシャツシリーズ。そんな着てる？でもこれ変じゃないよ。鳥とか。ほら、鳥が飛んでる。ここ。ボタニカール。似合うくない？私のシンガーソングライター今村の時の衣装はこの柄シャツにしようかな。静岡の天パの竹さん、怠け者さん、ありがとうございます。そう、ギター弾いたらって言われたけどね、全然弾けないんですよね。しかも今日声が出ん。ギター独学だから全然違うんですよ多分。何がいいかね。きっとあっちみんな独学。まあ確かに。どんな音だっけ。ふわりふわり、この歌好きだったんですよね。どんな歌だっけ。サビの最後、thank you.
があった。前も弾いたことあるんですけどね、リズムがね難しいよねこれ。
大地さん、イシケンマシンさん、大志のタイファンさん、ハイズさん、ゾウさん、静岡の天パの竹さん、怠け者さん、コモチンさん、ありがとうございます。ケイさん、ありがとうございます。上手くなった？本当？ラ
大崎上島和さん、坪井祐介さん、ゾウさん、コウさん、天使の絵の具さん、まさみくんさん、ありがとうございます。ファーストシングルばっかりあるんですよね。教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方。教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方。春のか地平の彼方。春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか。片思いの入り口。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた文化瓶になってる。恋の気配急に感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる花の枝のつぼみ。同じ校舎で学んでるのに、
僕らははぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しいんだろう。クラスメイトの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すんだ。斜め前の席に座っていたその存在当たり前すぎて異性として気に求めなかったよ。教室から何が見える。カーテンがふわり回って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい。吹いてるか彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学を偶然十字路で出会った出会った偶然十字路で出会った久しぶり。一言がなぜか言えずにぎこちなく半分を超える。校庭には何が見える。新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式デジャビューみたいな桜の木。切なく悲しい僕、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃない難しいね。今日声が出ない全然。言ってくれないの、言ってくれないのです。
ことなんですかね。ああ思い出してよかったがなくなってる。違うわ。声が出ん。チューライ。どんな音だっけ？
気が上がった気がする。わあすごい1万人ありがとうございます。早い方がみんな 見に来やすいのかな。早い時間の方がどうなんだろう。みちがこんな時間に配信してる。確かにそれな、早いよね。早く寝るぞみんな。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。坂道は続いてる、もっと
試験マシンさん、ありがとう。ペンギンタワー、え、ギター上達してます？本当？熱っ。シンガーソングライター今村美月がね、出るかもしれん、いつか。イスキンマシンさん、ダン視聴しダン視ダン視聴しダン視聴したダン視聴しダン視聴しダン視聴しですね。違うわ、よく聞け、こうやって並べ、ダンジョダンダンジョダンジョ合わせて弾いてた。みんなすごいね、よくそんなことできますね。なんでわかるの？このライブ無料とか、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。これコルコに貼れる、どう？ありがとうございます。ちょっとまた音が、声がいっぱい出るときにまた歌いたい。いっぱいありがとうございます、ギフト皆さん。合わせてハモってました。本当？いいね、いい楽しみ方ですね。